皆様こんにちは。マネックス証券の松本です。いつも当社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。画面越しで花形恐縮ですが厚くおを申し上げます。それでは今日もここだけ遠くですけれども、まずですね最初にあの新入社がそろそろもう1ヶ月ぐらいですかで始まります。で当社マネックス証券におきましてはまあ、全商品最初から無料もしくはキャッシュバックによる無料ということで。 基本ですね基本というか全商品、まあ、実質もしくは本当に、まあ、簡単に言うと無料になっておりますのでぜひご利用いただければというふうに、えー、存じます手数料が無料ですねあのよろしくお願いいたします、えー、それで今日もですね40問近くいただいているようなので、まあ、かなりこうスパスパスパッとこう、あのーえー、簡潔にですねあのお答えしてまいりたいと存じます まずトラベラー様、新 n i s a の投資のタイミングについてと、ドルコスト平均法で60ヶ月、5年間ですね、に分けてやっていきたいということなんですけれども、えー、っと、マフへ全額投資する予定ですと、成長枠、ありがとうございます、マネックスアクティビストファンドですね。 20万円を12か,か月かける5年がいいのか年初で240万円かける5年がいいのかアドバイスくださいなるほどですね難しいですけれども今の日本の市場の状況を考えると少なくとも最初の年は240入れた方がいいかもしれないですねちょっとやっぱりこう2024年はマーケット全体かなりまあ強い可能性があると思うんですよね なので基本は、こう、野べタでやるのがいいと思うんですけれども、初年度だけは、の年の冒頭に1年分入れたほうがいいかなというふうには考えております。佐藤小雪様、藤巻武さんが、日銀は債務超過を恐れ、利上げができないと言っていると。 松本さんどう思いますかということなんですけれどもまあ実際にはですねあの財務省は巨額の、えー、借金債券を出していて利上げをしたところでですね、えー、あ違うかこれ日銀の話か日銀自体がいっぱい、えーえー、っと国債を持っているので利上げをすると評価損が出るので債務懲戒になってできないんじゃないかというそういうことですね。 いやそれはですねどうでしょうかねあのないと思いますねあのマーク・トゥ・マーケットをするうんぬんという普通の、えー、会社の常識が聞く、えー、会社ではない日銀はですのでそういった理由でですねあの利上げができないということは私はないと思います。基本あの、えー、っと満期ままで持つこととがまあ決,まっ,て決まってるというか 満期まで持つわけですから、それはないと思います。ヒンメル様、個別銘柄の利,利益確定のタイミングがわかりませんと。<laughs> 例えば利益が10%出たら確定とかうんぬんとか、なんか松本さん決めてることありますかということなんですけれども、これはですね、あのヒンメルさんの例では利益10%なら確定またはマイナス10%なら損切りというふうに例を書いてるんですけど。 これ10パあたり10なんですね。これは良した方がいいと思うんですね。あの10%でまで伸びたら利益確定、5%損したら損切りみたいなその利益確定の幅と損切りの幅を1対1じゃなくて2対1とか3対1とか利益側の方を大きくすることがあのコツだと思います。えー、リック様。<laughs> えっと代用有価証券除外などのメッセージが定期的に出るけれども、えー、スマホで見ると未読と既読の区別がつかず、えー、不便ですとなんとかなりませんかということなんですがこれはご要望いろいろな今ご要望だいていろいろな回収をしていて、まあ、このご指摘のものは回収することは可能なんですけれども。 あのシステム的にはいろいろなご要望が各方面から頂い,いているので、まあ、それを見てあの順番を考えて対応していきたいというふうに考えております七師様 CPI を下げるために FF レートを高くするということは高金利でも問題ないガーファムに有利になりスタートアップや低所得者には厳しい状況が続くと思いますまあそれはおっしゃるとおりですね。 来年は大統領選挙があるので現政権としてはどのようなシナリオを書いているのでしょうか、えー、FOMC はは来年の利下げは考えていいと思われますかいや今の景気状況を考えるとうーんそろそろ、あのー、アメリカはですね まあ、利下げをすぐにしないまでも利上げはしないというフェーズに入ってきてると思いますので、えー、時間の問題で利下げが始まるのだとは思いますただしただし住宅着工もすごいいいし、えー、やっぱ景気いいんですよねアメリカねだから世間が思ってるほど利下げは早くはないと私は思ってるんですね、まあ、長期金利があんまり上がらないこれはあのお金が余っているので年金とか。 なので長期債はある一定の金利になったら買っちゃうっていうのがあるから長期債買われていてただそのイールドカーブをもとに将来の短期金利を逆算するとだんだん下がっていくように見えるからそろそろ利下げなんだっていう人が多いんですけどそれは当たらないと思うんですねあのその議論は。ああのえっとそれは先ほど言った年金にお金が余ってるので無理しないで。 ある程度のクーポンが出るようになったら長期債を買っちゃうということがあるのでそうなっているので将来金利が下がると思って買っているわけではないと思うんですね。だからなので、えー、世の中が思っているほどには金利下がるスピードは速くないと思うんですけれどもでももう金利を上げるというフェーズではなくなってきているのではないかとは私も思います。明日はどっちだ様 <coughs> えー、米国大統領選でトランプが大統領に返り咲くことはドル円為替相場において円安でしょうか円高でしょうかさあこれは分かんないですよねほとんどただ連想としてはトランプが大統領になると、えー、軍費が軍,軍,軍に使うお金が少なくなるだろうとあの戦争あんまりやあの彼はやりたがらないので。 世界の万人とかやらないので、そうすると、えー、アメリカの財政、えー、負担が減る、アメリカの債券の格下げとかが起きにくいので、えー、金利は上がるというよりは下がりやすいから、えーえー、円高になりやすいと、という連想を働くと思います。あ,あくまでもあのスペキュレーションですけど連想としてはトランプが勝つと。 どちらかとととといいいうう円高側という連想を働くと思います平凡な投資家様主要国の国策として電気自動車の普及は加速化するのでしょうかそしてこれが原因で原油価格を大幅に下落していくのでしょうか、まあ、まあ田舎だと EV だときついですよねアメリカなんか、まあ、田舎はもうガソリン車じゃないとと,とても怖くてあの遠くまで走れないとか。 途中で燃料っていうか電源切れるともう寒くて死んじゃうとかあるので、まあ、限界あると思うんですよね電気自動車の普及の。えー、だしい,い,いくつか巻き返しもあるとは思うんですね。えー、やっぱり先立つものとかあるしどこでしたっけニュージーランドでしたっけあのー タバコを完全に国からなくそうという法律を去年作ったけれども今度の選挙で連立組んだ政党がそれを反対したんでその法律やっぱりなしにして理由は、えー、環境問題とかやっていくのに税,金が税収が必要でタバコを売らないと税収が減っちゃうからっていう。 要するに背に腹は変えられないっていうのがあるんですね。だから EV を作っていくっていうのはかなりお金かかることなのでインフラとかそういうのを考えると、まあ一本上手で電気自動車の普及を加速化すると私は個人的には思わないです。<laughs> ええー、かなた様、松本さんはいろいろな媒体のザッピングして情報収集していると、えー、過去に話しましたが、通勤時給時間はどのように 過ごされますかなどなどですけどこれ朝ジョギングする時にポッドキャストでニュース聞いてますねそれから移動時とかだいたいヤフーニュース見たりとかだからポッドキャストでニュースヤフーニュースみたいなものでニュースそんなのを移動とかジョギングとかの時にやっています。様 つぶやきを毎回見ております。ありがとうございます。今の仕事にもより一層ますます情熱を感じています。それを分かって言うのですが、日本を良くしてもらいたいということで、政治家になってもらえませんか？首相になってもらいたい一人です。まあ,ありえないですね。ちょっとあの私、あの本当にだらしないのんべでございまして。 あの国益はとても気になります。でもね政治家はもう、もうありえないですね。とてもその私の性格的にそれはありえないと思います。でも。あの、ありがたいお言葉ありがとうございます。のり様。新ニーサが始まりますが、個別株を新ニーサで購入するために。た,ために。現在のポジション調整の売りが出ると思いますか。いや、でもクロスするんじゃないですか。大体皆さん売ってもすぐ買い戻しとか。だから。 そう考えた毎年税金の前にあの12月の末にいろいろ起きたりするので、まあ、あんまり大きな影響はないと思います。高晶様 <coughs>、全国投資セミナーについて <coughs> 11月18日、福岡開催でオンラインがあると思っていたら対面だけでしたと。まあ、遠方利用者も に対する投資アドバイスの配慮もあるので、オンライン開催も毎回行ってもらえないでしょうかと。ちなみに私は広島ですので、広島開催も検討をお願いしますと。そうですね。えっと。対面だけの方が、なんかいろいろ話せることなんていうのもあったりして、対面だけ。対面オンリーに対するご要望も多いんですね。で。 いくつか試行錯誤して、えー、ハイブリッドでやったりとかあとある,ある部分は一日のセミナーのうちある部分はあの対面だけとか,かいろんなことをちょっと試行錯誤したんですけど、えー、結局ですね、あのー、セミナーは全国投資セミナーは対面のみの方がいいとでそれとは別にオンラインオンリーのものを開くのはいいんですけれども。 ハイブリッドはちょっといろいろかえってあのそうじゃない方がいいという意見が多かったということ今のような形になっておりますのでご理解いただけるとありがたいです。えー、担当部署からですね「えー、未発表ですが来年は広島実施予定です」と言っちゃいましたけれどもそんなあの,あの正式じゃございませんが一応考えているようなので「えー、未発表ですが」 広島実施予定と来年ですねそう聞いております、えー、イワン様松本さんの活躍を拝見しとても志,志が高い方と尊敬しております恐縮ですありがとうございますさて、えー、私は59歳サラリーマン定年退職まで残り1年65歳までは給料は減りますがサラリーマンを続ける手持ちの金融資産と退職金と給料の一部で新ニーサを活用し 夫婦2人の約3,600万円を活用し、総計5,000万円のポートフォリオを6年で作り上げ、老後の生活を少しでも豊かにしたいと考えています。平凡な能力の人におすすめのポートフォリオはございますか株債券現金、商品などということなんですけれども、あのー、えっと、これは、えっと、コンパス。 あのマネックスアセットマネジメントが、えー、提供しているコンパススといいうラ、まあ、ラッッププ講座ですすねラップサービスがございますでこれマネックス証券のサイトから、えー、入っていってご利用いただけるので,でそれでですねその目標の金額目標の年限と目標の金額を入れて、えー、ででそしたらどういう運用をするのがいいかというのと。 で実際のポートフォリオの提案とか全部出てきますでこの、えー、コンパスシリーズの、あのー、ファンドはですねあの金融庁の計算で、えー、過去3年とか過去5年でリターンも、えー、シャープレシオもナンバーワンとあるいはナンバーツーとという評価評価というか事実がありますので、あのー、自信を持って ご案内できるしでそこにそのようなそのまさに3,600万円を6年で5,000万円にするにはどうしたらいいかとかですねまたその後あの取り崩していくだんだん使っていかなきゃいけないと思うのでそういうのも全てあのシミュレーションというかできるようになっておりますので是非「コンパス」シリーズを、えー、の,あのサイトに行ってですね見ていただければというふうに存じます。 トニー・ビンさんは日本の個人投資家は逆張りが多く海外は順張りが多いと長期投資では順張りの方が優れていると思うのですが何で日本の個人投資家は逆張りが多いのかいやこれは簡単でしてこの2 3 0年間は日本の株は上がったり下がったりぶれながら横ばいだったんですねこの間まで。そうすると、上がったら売る 下がったら買うのが良かったんですね。アメリカとかはこうブレながらどんどん上がっていったんですね。そうすると買い続ける方がいいんですね。あの積み立てとかがで。そういう値動きの違いによってこうなったんですね。だからすごいシンプル。で今日本の企業とか日本の株価はこう変わってこの2、3年す大きく変わり、こうブレながら上がっていく株になったとアメリカみたいに。なので。 逆張りじゃなくて順張りの方がいいと思われ、だんだんそのそういう方が増えていると思います。牛年50歳様いつもありがとうございます。と、現在59歳で住宅ローンが79歳まであります。先日ストリップ債召喚まで20年を購入しました。ストリップ祭で召喚20年のものを購入しました。召喚まで持って住宅ローンの繰上げ返済に充てたいと考えています。 そこでで質問です20年後、1ドル何円になっていると思いますかわからないけれども165円円高、長期的な円高にはなりにくいと思い 200円ぐらいまで20年後ならいっちゃうかもしれないですね20年後ならまあそのくらいじゃないですかね165から200の間ぐらいかなもっと円安いっちゃうかな基本円安にいくと20年だったら私は思います田中様投資信託にアメリカのリートもありますので えー、目安にするアメリカの不動産指数を知りたいのですが何かありますかとマネック証券の投資情報でででも確認できるとありがたいです同様にマネックスゴールドではプラチナと銀も取り扱っている様子ですのでプラチナと銀の指数を確認できるようにしてはいかがでしょうか。これすみません担当からええっとえーえーえーえっとと あのメッセージというか入ってないんですけれどもこれですねあのやっぱり情報って投資をすする上でで必須ですよねおっしゃる通りでアメリカのリートに関係する目安にするのに有効な不動産の指数とかプラチナや銀の指数というのも、まあ、どこかに あった方がいいと思いますのでこれは申し送りしてあの今後検討してあのなるべく載せるようにしてまいりたいと存じますありがとうございます岩間様為替についての質問えー、ブルームバーグの記事で米国籍の為替返事付き日本株 ETF2017 年以来最大の資金流入というものを見ましたあなるほど円安はもういいところに来てると言われていますが 反転、えー、の材料が見当たりません。何が円上昇のきっかかけになると思われますか、えー、やっぱり日銀が金利を上げることですよね。それが一番、まあ、長い目で考えると日本企業の生産性が上がるとかいろいろあるんですけれども短期的にはやっぱり日銀が YCC 撤廃で、えー、金利を上げると。 というのが、まあ、もちろんあとはい為替介入ですけれども、あのまあ、実質的、内容があるものとしては、金利を上げることだと思います、えー。マサッチ様、口座年間取引報告書を XM ファイルで提供できないのでしょうかと。えっとですね、えー、XM ファイル、これ、e、e-tax 対応とかですね。 マイナポータル対応これあの予定をしておりますのでこの正チ様はあのー、1年前に私が申し上げたんでしょうかね来年までに提供できるようにすると言っていたはずだけれども1年かけても約束が守られずがっかりですということなんですけれども、えー、現在対応予定ということでこれあれなんですかね今度の確定申告に間に合う ですか。ちょっとわかんないですね。あのなるべくま,まあのもしかするとまた間に合わなくてがっかりさせてしまうかもしれないので、あのお約束はできないですけれども対応予定で進めているということなのであの頑張ってなるべく早く実現させ,させたいと思います。ベントレイ様、えっとこれはマネックス証券ですね。マネックスグループの子会社であるマネックス証券が NTT なえとこれはあのマネックスグループは51%持ち NTT ドコモが49%持つんですけれども取締役の数とかを調整することで会計上は NTT ドコモの子会社になるとマネックス証券がですねでも引き続き今と同じあるいはそれ以上のサービスを提供していき生命が社長しますし マネック証券の名前でやっていくとただ同時に NTT ドコモさんの顧客層にリーチできるので大きくマネック証券を逃すことが可能であると、まあ、そういった話なんですけれどもそれに関して今後の MA や配当に回ることもいいと思いますがそれより先に株式売買手数料をもう少し安くできないかとそういうご意見ですね。 かなり現状でも手数料は安くしておりましてあと先ほど申し上げたように新 NISA ではまあ手数料全て無料もしくは実質無料にしているんですけれども、えっと、その他にですねあのこれはあのドコモさんのディールの時取引の時の記者会見とかあの臨時のこのようなあの説明会の時にも申し上げましたけれども 手数料以外にできることがいいっぱいありで我々としては手数料を手数料のコストも勘案した上で勘案した上でお客様の投資成績がどうなっているかその見た目のリターンから手数料を引いてで実際にいくら儲かったのかでその数字を大きくすることが我々のミッションであると,というふうに我々の KPI というか。 あの企業目的を定義してでそのためにできることは何があるか一つは手数料を下げることであるいは、えー、えっといいサービスをもっと作ってで、えー、そのお客様が実際に儲かるようないろんなサービスを作ってご提供していくことでそのためには当然お金がかかりますので手数料を、えーまあ、ある程度下げた上で あとはその手数料いただきながらそういうサービスを良くして、えー、投資の結果が出るように,に結びつけていくこと、えー、で我々はそ,そういう、まあ、企業活動をしていこうというふうに決め,決めていると現状ではですね。ということなのでしっかりと手数料向上後でお客様の本当の意味での投資成績が他社に比べて当社の方が当社でやる方がいいと。 というふうになるようにしっかりとサービスを開発ご提供してまいりたいと存じます大江市様五年以上マネックスを利用しています着実に資産が増えており感謝していますありがとうございますところで何年以上口座を所有し資産はある程度お持ちの方への還元などは考えておりませんでしょうかえっとですねこれは考えてます あの試験的にですねあの実は、えー、最近もですねあのそういう、えー、あのお客様向けの,あの私が参加する、えー、一緒にちょっとご飯食べながら話すようなそんな会を試験的にちょっとやってみたりとかもしたんですけれども、まあ、いろいろな形にですねあの当社は長くお使いいただき 大きな額を当社に預けていらっしゃるお客様に何ができるかというのはあのしっかり考えて実施していきたいと今まさにあの試験的なものを含めてやり始めたりしておりますのであのご案内していければというふうに存じます。これもも、はいえーま、投資のの買い付けのように日本株でも えー、金額定額買い付けできるようにしてほしいとそうこれは重要な課題なんですね当社のえー、ああとこのお客様福岡でのセミナーに参加しましたやはり会場のライブ感はとても良かったですまた参加したいですということなんですけれども、えー、えっと日本株の 定額積立買い付けっていうのはでも魅力ですよね私はそれはいいと思うのでこれもですねご要望があるという、えーま、課題リストの中には入っているんですけれどもほ、ま、他のご要望とかと、まま、あの比べながらですね順番を決めて開発していくんですが、ま、こういったご意見があったということを、ま、再度、えー、申し送りして でもこれは私個人的にはこれはとてもいい <laughs> 機能だと思うので早くあるといいなと思います。やっさん様えー。海外投資で米国株を、えー、夏ごろから始めましたと。マーケットボードを利用していて。 米株、えー、の登録ができてチャートが見られますがスカ,ウトにスカウターに飛べませんと。米、え、株、ーえー、スカウターからのアクセスは作業性が劣ると。というのが一つと、えー、それから投資情報にある兄大指数にグラフの表示がありませんとグラフ、えっと。 200銘柄の中身とかを想像するのにもグラフがあると理解しやすいのですがということなんですけれどもえっとですね、あのー、マーケットボードの、あのー、チャート画面の銘柄分析のリンクからスカウターには飛べるんですね。えっと、ただまあ全体のののの利便性の向上のその どかかから行けるかとかですねそれは改善していくのとあとどういうふうにすればスカウターに行けるかとかその逆とかですねそれももっと分かりやすく何かあのお客様にご案内することができないかこれもちょっと考えてはい。で「兄弟指数」につきましては、えー、このグラフについてはま 先ほどからいろいろいただいているご要望の一つとして、検討課題とさせてまいります。ヘロ様、経営破綻となった銘柄についてと、米国株、えー、具体的な FRC が、えー、半年前に OTC 取引へと移行されました。調整直前のメール、括弧代用革目の変更を理解できずに過ごしていました。 結果として現在 OTC でほとんど値がついていないためそのままにしておりますこのような場合どのよにするのはベストな処置でありましょうか2番米国株に限らず国内株を含め危ない銘柄を察知するにはどのような方法があるでしょうかいや1番についてはですね、えー、まあ状況変わったらまた買うこともできるのでただ売らないと あの税上の損の認識もできませんからやっぱりそういう状況になった場合には売ってしまうしっかりとでもしまた買いたくなったら買えばいいのでというふうにされるのがいいのではないかと私は思いますで2番につきましてはうん危ない銘柄を察知するには。 まあ最終的にはやっぱりいろんな情報に触れるしかないんですけれどもただですねこういうことが起きていたらどの会社に危なさが伝わるんだろうかということに想像を巡らすっていうのはすごい重要なことだと思うんですよ。ただ単にニュースを見てるんじゃなくてこれってどこにどの会社に影響が出るだろうとあの重要な重大な。 とととといいううう想像力を使ういうことは私は私大切だと思います八丈様クレカ積み立てが5万円から10万円になるとの報道がありましたマネックスでの対応状況合わせてドコモ連携に関連して D カード積み立てについてもということなんですけれどもあのクレカ積み立ての上限はあのその 内閣府令とかそういうものは変わればうちもちゃんとそれに対応し,しますのでご安心ください D カード積み立ても当然、えー、あの進めてまいります牧子様昨今の将棋部で将棋教室が流行っていますと日本将棋連盟理事を務められている松本さんも若い時に将棋を学ばれていたのでしょうか松,松,松本さんの投資に関わる人生において 将棋で学んだことが生かされるのはあるあるのでしょうか。もしくは麻雀よりも、えー、将棋よりも麻雀の方が役に立つのでしょうか。投資に関してですね。うーん麻雀の方が投資には向いているかも <laughs> あの関係があるかもしれないですね。なぜかなぜかというとですね、あの麻雀ってこう136倍でしたっけしかなくて。 相手が何やっているか分かんないんですねでも相手をもし見たらですね,必ず勝てるんですねだから相手を何やってるかを想像するゲームで相手が何を持ってるかとかはその捨てられてる牌から想像することができるもう全体の肺の種類決まってるのでだからマーケットの情報状況を見ながら他の投資家が何をしてるかを想像するっていうのにもうや,やや似ているんですね。 将棋の場合にはもう全部持ち駒が分かっていてでも力と力の勝負だと思うのでまあ麻雀の方がなんか投資には向いてる投資とはなんか似てるところがあるかなとは思います私若い時に将棋別に学んでいませんあの家族で遊びでちょっとやったぐらいです竜竜様 移管をしししているのをを拝見しました遺憾を検討していますが他社で外貨で受け取った資金を合わせて受け入れるということの検討もしていただけませんかということなんですけども現在外貨入金は1万米ドルからとしておりますが資産おまとめなどで加減を変えるなど検討しますと。 きっっりと担当部が言っててていい。るので、あの検討しし実現してください、はい、稲様、コインチェックで購入したオルトコインが取引停止となってしまい購入売却ができなくなり不安です。長期的に安定的に取引ができるような暗号資産を選別して販売してほしい。 そのようにしているつもりなんですけれども、どうしても後から流動性が落ちるってことあるんですね。ただ一方でそういうところでその選別を厳しくしすぎると、なんかいろんな面白いものを売買の機会の提供ができなくなってしまうというのもあって、なかなか難しいんですね。なかなか難しいんですけれども、あのおっしゃることももちろんよくわかりますので。 あのなるべくいっぱい、えー、せんあの選別しご案内ししかもそれが長くちゃんと取引が,続つ取引が、えー、継続が続くとというようになるようにしっかりと努力してまいります。えー、のりこ様、えー、お母様が亡くなられて株を相続したのだけれども お母様のことを思い出してなかなか売買に踏み切れませんと。で5年ぐらい、えー、放置しています。長期保有のメリットや売買する意思の持ち方などを教えてもらいたいです。なるほど。まあお母様だったらその株をずっと持ち続けているのか。 お母様だったら何か違うものに乗り換えてるのか？っていうのを。想像してみられてはいかがでしょうか？多分分か,分かりません。わからないけれど、もでもわからないけれども、それなりの確率で。お母様はその株を。ずっと同じものを持ち続けるのではなくて、どこかで。半分違うものに変えるとかされていたかもしれない。 ななんてことを考えながら、でもそ,その場合じゃあ何に変えたんだろうとかそういうのを考えてその相続された株をなんかこう生きたものとしてこう管理されていくのも一つかななんていうふうにまあ大変甚ははだ勝手ですけれども思ったりいたしました。あだずいもありますね。マネックスで頑張って様 アクティビストファンドを10万円から100万円に増やしました。ありがとうございます。毎日積み立ても始めました。ありがとうございます。期待しているのでよろしくお願いします。え資本市場立国論読みました。配当の尊金参入は大賛成ですと。可能性はどのくらいあるんでしょうか。いや、なくはないと思いますね。まあ、いろいろ今私、取材も増えてきていて、その件について。で、今度、それなりの立場の、えー、自民党の政治家の方とも、 対談取材をするのが入ってますしあのそれなりに可能性可能性ゼロではないと思いますあのどんどん可能性を上げていきたいと思います2つ目がえー、SP500 やナスダックは割高に感じますと本当に時期は難しいけどやはり割高なんでしょうかうんいやだから分からないんですよねなので 時間分散タイミング分散1回で買わないで、えー、5回に分けて買うとか、まあ、何年間積み立てでやるとか時間分散されるのがいいと思います時間分散に勝るファンドマネージャーなしと私は思っております日本と米国の積み立てを始めるとしてマフアクティビスファンドですね以外のおすすめはあるでしょうか 積み立てをするのであれば定額積み立てですよねだったらボラティリティが高いものの方がいいと思うんですよねこうブレが大きいものの方が安い時にいっぱいの口,口数変えるし高い時にはあんま買わないとだから気になるあの 気になる商品群の中でボラティリティが高めのものを積み定額積み立て投資されるならば値動きの,あの,あの大きい値動きの案外あるものを選ぶと結果はいい結果が出やすいんじゃないのかなと私は思います。 松本さんがマネック証券の社長を退任して個別,株の個別株のことも詳しく話していくように説明していたように記憶していますがあんまりしていないんじゃないかと、まあ、ちょっと頃合いがよく分かんなくてですね、あのー、でもあの,ー、あのマネックスアクティビストファンドの方,の,方あの運用報告会とかではかなり突っ込んだ話とかも私しておりますし、えー、まあぜひあのこういった ここだけトークとかでもあの聞いていただければ答えたいと。あなんて言ったら次個別株の話なんですね。<laughs> 東電多額の含み損を抱えたまま10年以上保有しています。PBR も低く今後値上がり期待はあると思いますかいやー私ーいやなくはないですよなくはないけれども。 そういう銘柄ほかにもいくらでもあるのでそしたらあの東電という、まあ、国も絡んだや,やややこしい銘柄はもう損切りして損を確定し、まあ、今年だったら多分他の銘柄で利益出て,出ていらっしゃるでしょうからこの東電を切って損を出して、えー、他のものの利益と当てて税金を減らしてで またその新しくですね値上がり期待のあるものを買うというの方がいいんじゃないのかなと私は思います。カカオ様松本さんはアメリカが利,利下げに転じるとき株価はどうなると思いますかまあそれはとりあえずお決まりとして一旦は少なくとも一旦はまはあ、理由によるんですけれども基本は利下げが起きれば株価は上がると思います。日経平均について。 良い計算だったトヨタの株価が年初来高値を抜けられていませんとこれはあのこれを書いていただいた時点ですかねご質問いただいた時点。えー、日本を代表するトヨタ株の難調査が日経平均も今の水準がピークなのではと連想してしまいますということなんですけどもあだって日経平均の見通しをということなんですがこの収録をしている前日のえー 11月29日28日ぐらいですかあのトヨタグループの伝送の株のですね持ち合い株をまとめて売り出すのか出てますけれどもトヨタグループ内でもまあ資本こう持ち合いを減らそうとかそういう動きがあったりしてだトヨタもやっぱり変わってきてると思うんですね。で日本株全体やっぱりそういう企業を変わろうとしているとか、えー、明らかにそういう動きがあって。 でえー、利益も増えているしうんぬんということで <laughs> 普通に考えて日本企業の利益予想に PR かけても、えー、来年の割には4万円ぐらいいっちゃうぐらい日経平均でと私は思うので、まあ、まあブレは当然あると思いますけれども、えー、あと1年ちょっとぐらいで。 4万円いって史上最高にいっても私は全然驚きませんで。しかもその後もブレはあるでしょうけれども上下にもっと上がっていくと思います日本の株は。なので日本株はしっかりと長期投資されるのがいいんじゃないのかなと私は思います。みっくん様、<coughs> 最近ナスダックに上場した日本の会社はいずれも苦戦しているようですがコインチェックは大丈夫でしょうかということなんですけれどもいやコインチェックですね引き続きデスパック上場を取り組んでおりまして、えー、ナスダックにも東証には市場区分がある,んであるそうですがどの区分ですかこれはあのグローバルと一番上にいくことを考えてますけれどもあのー、まあ相場次第とか SEC 次第でどうなるかまだ分かりませんけれどもあのー ちゃんとですねあのナ、ーまあ、スダックに上場させたいコインチェックはでしたらちゃんとそこでもいい値段をちゃんとつけていきたいというふうに考えていろいろな施策を打ってまいります太田様カーボンクレジット市場ができましたがメリットデメリットを教えてくださいとうんやっぱり 誘導性が限定的であると思うのでなかなかですねあのまあ太田様もおっしゃるようにあのそのクレジットトレーディングクレジットの売買ではなくて各社がちゃんと努力して、えーえー、CO2 排出を減らすべきだと私も思うし、えー、まあでもでも私の立場的には金融資本市場の 人間としてはそういうことよりもやっぱり流動性がないから厳しいなというふうに思います。アーバーレスト様「継続保有年数で優待が増える株式を新ニーサに移し替えたら継続年数のカウントもリセットされてしまいますか?」。えー、っとですね。 外国への投資信託で為替返ジする場合債券に返事して株式リートに返ジしないパターンが多いですなぜでしょうか松本さんは為替ヘ事方を選べますかということなんですけれどもまず前段の兄さんの話ですけれども、えー、旧兄さんから新兄さんにその移すことはできませんけれども、えー、そのお客様がその、えー、株式を 持ってるという事実は変わらないのでう、えー、んので、えー、そのいすぐにこう入れ替えをする場合には長期継続保有のカウントは、えー、おそらく原則として継続されるでしょうと。で,そのでもの その間に権利確定日があったりすると株主番号が変更されて買っちゃうとかあるけれどもそうでなければそういうふうにはならないだろうということなんですけれどもえー、っとですねこれは最終的にはほふりの問題だと思うんですがえー、あでもそっか。 株主番号でこれほふりの問題ではなく株主の番号で発行体の方で管理している継続保有だから、えーえー、おそらくニーサから新ニーサに売って買ってってすぐやった場合には発行体から見,て見えている株主番号は継続されるだろうから、えー、継続保有年数は変わらないだろうというふうに思われるがもしかするとは、えー、企業様の 継続保有のカウントの仕方によっては違うかもしれないとは私は思うのでちょっとこれは完全にはあの、えー、絶対平気ですと言い切れないんですけれどもそんなふうに思います。でもこれ気になりますね。ちょっとこれもう一回ほふりとかも含めてどうなるのかちょっと。 ちょっともう一回でも私気になるので私もう一回調べてみますちょっと調べてみてください、はい、で後で教えてくださいはいでえー、松本さんは為替返事型を選べますかってことですけど私は為替返事型多分買ったことないですね一生の間にその買う時はもうその国の為替も含めて買うという感じでやっております最高用中六62歳様最高用で65歳まで働くつもりですと 金金や賃金で積み立て投資をしていますとあと3年すると今度は取り崩しを始めると。ということなんですけどもああ定額自動取り崩し機能の設定は計画されていないでしょうかということなんですが、まあ、これもあの数ある要望ご要望の中の一つとしてあの管理しております。一方であのもししよろしければあの 先ほども一度出てきたマネクサセットマネジメントのコンパスシリーズですねコンパスコンパスでそのような積み立てして今度取り崩しというものを行っていくそういうプログラムもありますのでちょっとそれももし見てご参考にしていただけると大変ありがたいですえ江戸藤様日本のメディアに問題意識を感じます。 最近 TBS が資産株の売却したことなどは評価すべきだと思いますが中立的な立場で報道できるメディアが少ないと感じますえ松本さんはどういった株主提案がいいと思いますかといや TBS さんが持っている資産株って東京エレクトロンですよね。 これ売却するより持ってる方がいいんじゃないかなと私は逆に思うんですけどもねあれだけ素晴らしい株で配当もいいしまあ世界の未来を背負っている会社とも言えると思うし資産株だから一概に売却だけでもないんじゃないかというふうに私は思います一般的には売却した方がいいと思うんですけど TBS さんにおける 東京エレクトロンだけはちょっと違うんじゃないかなとは私は思います個人的には株小僧様いつもありがとうございますありがとうございますアメリカではクレジットカードの延滞率が上がっているとのことですが景気後退はありますかということですけれどもいや私はないと思いますね延滞率上がってるけれどもあのバイナウペイレーターみたいなのも増えていてだからまあ確かに延滞率上がっているのだけれども という現象よりもとにかく消費をやめられないという側面では強いと思うんですよねなのでちょっと景気減速するという感じではちょっと今はですねあのー、見えないですねはいえっとちょっと待ってくださいあこれじゃないですねはいえー「たくさま」 新ニーサのみで1,800万円投資する場合は日本株アメリカ株 J リートの投資率はどのようにしたらよいでしょうか難しいねまあ基本金利が上がっていくというビューの中ではリートじゃないんじゃないかと思い緩やかな円安がある日本株はすごい今後の可能性が高いでもアメリカ株だって悪くないだろう 考えるとまあ私だったら日本株とアメリカ株を半々で定額買い付けするかなと思いますブルース様、えー、日本の個別株のボラティリティが高い気がしますと最近松本さんもそう感じますかと感じている場合どういう考察いやーそうですよね高いですよね個別株の 値幅が大きいですよね一日の動く動く株のなんでかっていうとですねまあヘッジファンドとかハイクフリーケンシートレーダーみたいな人がなんかやることなくなっちゃったんですかねうんあとはですねかつてに比べて情報の流通が良くなっちゃって ビューがいろいろな投資主体のビューが同じ方向に行きやすくなっているっていうリスクはあると思うんですよね。で同じ方向に行きやすくなっているとそれ逆のことが出るとみんながバーって売ったりするのであるいはバーって買ったりするので値幅が大きくなる。だからコンセンサスが情報流通が良くなっていろんなツールがあってコンセンサスが作られやすくなり なのでコンセンサスに対するその違うことが出たときにばって幅が出やすいんじゃないのかななんていうふうには思っています。問、はい、問目最後のご質問になります来年からの新ニーサや米ドル定期預金の金利が5%という中で1000兆円の、えー、預貯金はどのくらい投資に回る,回るでしょうかと。 でど全部外貨に行っちゃうと日本もっと困るんじゃないかと円安が進んだりしてとインフレになったりと全くその通りですよねまあ今のままだとどうしてもえっとアメリカドルの、えー、預金とかあるいはアメリカ株 SP500 とかにやや行きやすいと思うんですよね。じゃそれでいいのかと 兄さんの枠の巨大なお金が動くときに、アメリカにばっかりでいいのかと、別にいいと思うんですよ。投資という観点では。ただ。やっぱり、日本のお金が全部アメリカの企業を。助けるために使われるのは、ちょっと、ちょっと、こう、切ないので。じゃ、どうしたらいいか。で、これは。株価を上げることです。日本の。よくですね。日本の。個人投資家の金融リテラシーは低いんじゃないか、じゃないかなっていう。 政治家とか行政の人がいるんですけれどももう無責任も甚だしい発言で何を言ってるんですかとこの30年間アメリカは名目 GDP が3倍になったんですねで名目 GDP と株価っていうのはすごい強いか相関関係があると歴史的にも世界的にもで30年間でアメリカの名目 GDP3 倍になったから当たり前のように株価は 5倍とかなってるわけですよだからそういうところにいたら何人がいたってみんな株買いますよ日本人だって日本はこの30年間で名目 GDP は2だから5しかし上上ががってなないいんでですすよよ株上がるわけないですよそれでねでそれをそ,そんな時で要するにデフレだったから実質 GDP は増えたけれど名目 GDP は増えてないとそしたら預金するのが一番いいに決まってるじゃないですか その株を買うよりも預金,預金した方があの実質金利がマイナスなのに預金だと金利がつくわけですからでそういう人たちを捕まえて投資リタラシーが低いなんて何を考えて言ってるんですかと頭おかしいんじゃないかと分かって言ってるんですかと私は思うんですよね。政府の人はそんなこと言ってる暇があったら名目 GDP が上がる政策をちゃんと打つべきなんですよ。名目 GDP を上げて株価をちゃんと上げるべき。 でそうすれば放っておいたってみんな日本株を買ったりするようになるとというふうに思うんですよね。そそこが、がうういい考えがすごい重要であると思いますで。それもちょっともっともっと強く発信していきたいと思うんですけどそんなふうに考えております。はい、それでは今日もですね38問と多くご質問いただきましたけれども全部お答えさせていただきました。えー またですねご質問いただいてご要望いただいてしっかりとお答えしてまいりたいと思います。えー、引き続きぜひマネック証券をご愛用いただきいろいろなご意見ご要望をください。今日はどううもありがとうございました